久保さん、今回「残る」にしましょうか「残る」の残るちょっと夢を見ましてなんかいろんな走馬灯みたいな夢を見まして過去10年ぐらいいろんなことあったなみたいなでいろんなことあったんですけどなんかの生き残ってんなみたいな <laughs> まあ億万長者合宿でもね あのいろいろ話してますけど本当に久保さんと僕しぶといですねしぶといっすね, <laughs> っすね <laughs> まああの前回の動画の続きもあ続き続く部分もあるんですけど残ってきたからこそ点が残るってことですねもう一度いますこれ結構大事なんですけど残ってきたからこそ点を残してきたと で、残ってきて、ずっとやってきたから経験がついたんで、その残ってきた点をつなげられるっていうね。<laughs> うん。だからこれ、生き残るって大事だなっていうのは、すごく感じましたね。うん。やっぱ、まだやってんのっていう、やっぱ、こいつらはまだやってんだって、10年後もやってる、多分ね、この億万長者合宿のやり取り、10年後もやってるし、20年後もやってるんで、多分ね、無双ですね。 何を持ってもそうかわかんないですけどうん僕は生き残ってきて残ってずっと発信して思うのがやってきて思うのがうんやっぱ楽勝ってことですねうん何が楽勝かっていうとまあ振り返ったら楽勝なんですよ、うん 結局ライバルいなくなるんで <laughs>。うん、だから、うん、ね、有名 YouTuber も消えていくし、うん、やらなくなるしね。だからまあ、続けていくっていうのはやっぱ、きゅうネット、ネット界においては続けていくっていくのが、やっぱりき一番なんか、地味で派手さはないけど、ただ続けていくっていうだけ、 ってて勝るんじゃなないいかなっていうもちろんそこに考えるなんか改善とかしないんだったらダメですけどうんそこに何,何も考えずねバットすぶってるだけじゃダメですけど、まあ、そこにちゃんとねある程度そのビジネスでこう安定的にこう売り上げを上げるためにはどうすればいいのかとかしっかり商品作って売るとかまあ僕も毎月商品売ったりとかしてきましたけどもまあ今もねキャンペーン中なんですけど まあアップルもね、まあ、商品投入するじゃないですか、うん、なんかその商品を投入するのがめんどくさいとか言う人もいるんですけど普通の企業さん商品投入してますよ僕はアップル信者ですけどアップルさんいっぱい商品投入してますよ毎回毎回、うん、だからまあネットで生き残るためには、まあ、情報を発信し続ける 商品を投入し続けるってことですね、うん、もちろんその商品を投入する中でもまあロングで売れる商品もあるのでそのロングで売れる商品を売り続けるっていうねそっか塾も10年売り続けてると思いますけどまあそれもそれでいいですしまあ僕もドリームアカデミアは運営して5年ですけどまあずっと売るしね、うん、ただドリームアカデミア高いんで一本柱だと結構売るのはきついので。 しっかりフロントエンド売って売って、フロントエンド売りまくって売りまくって、最終的にフィルタリングがあった人にあの、本気でっていう人に売りたいので、まあ今のスタイルでいいかなと思うんですけど、うん、いやなんか、いっぱいやってきて、いっぱい続けてきてよかったなと思いますね。思い出せるものがたくさんあるんで。 うん、振り返った時に思い,出せ思い出せるものはたくさんあるっていいなと思いましたね。うん、振り返った時に思い出がないっていうのは、うーん、なんか寂しいでしょうね。うん、やったなっていう,、うん、う。はい。生き残ります。いってらっしゃい。